はい、皆さんこんにちは。どうもガチモです。今回もですね、デスティニー2を楽しんでいきたいと思います。そして今回やるのは、まずねストライクをやっていこうかなと思います。このモードはね、1人から3人で参加できるモードなんですけども、ソロで入ってもね、勝手に野良の人と他2人とねマッチングしてくれるんで、気軽にね、楽しくシューティングを楽しみながら、このデスニー2の世界観を楽しみながら、アイテムをねゲットできるっていうモードですね。これ結構ね光の値値だったり、武器防具をね揃えるのに必要なんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでやっていきましょうか。ストライクはね、簡単に言ったらショートストーリーみたいなもんですね。これ公開イベントあるんだけど、公開イベントやる感じかな。で、この緑色のマークがついてるプレイヤーが僕の仲間やね。2人いますね。で、今回このストライクをやるにあたって、僕ね、ちょっとこれ見て、クエストでもうすぐっていうのがあるんですよ。エイロパのネクサス、無限の泉、鏡の回廊で猶予なき時を使ってベックスを倒せっていうね、ミッションがあるんですけど、これも同時にね今回やっていこうかなと思います。これね、パルスライフル。ただ僕思うんだけどさ、やっぱり一番光の値値が高いものを装備してないと、いいアイテムがねドロップしてくれないんじゃないかなって思うんですけど、多分そうだよね。ちょっとコメント欄で書いていただけるとありがたいんですけど、で僕が一番メインの武器で光の値値が高いのは1202なんよね、小枯らしっていうやつで。でこれ2低いと。そしてこっちで言ったら、ヘビーウェポンのところで言ったらこれ1202で、一番高いのは1206なんよね。ただこれエキゾチック武器は3つのうち1つしか装備できないんで、これを装備しちゃうとこっちが装備できなくなる。結構ね悩ましいんですよね。で本来はこうして、マックスの値値、光のパワーがマックスの値値のものを装備して、周回することがいいと思います。今回はまあこのミッションをクリアしたいんで、これでやっていきましょう。このパルスライフルをね使ってやっていこうかなと思います。このねパルスライフルかなり強いんだよね。ていうかお仲間さん、あ、ここにいるの？しまって、もしかしてもうここまで来たら公開イベントもやっていこうかな。よし。でストライクは制限時間とか基本ないのかな。基本ないと思うんで、まあ、こうやってね公開イベントとかあったら公開イベントも回しちゃったりします。ちょっとこれ使おう。ほらほらほら、めちゃめちゃ強いこの刀で。刀を装備した時だけ三人称視点になるっていうの、これいいよね。で公開イベントをクリアするとこうやってアイテムがね出てきますと。これも光の値値が高いやつが出てくる可能性あるんで、これちゃんとね見といた方がいい。1201やね。これどうしようかな、1201に上げとこうかな。小枯らしっていう武器は僕好きなんで、ちょっとこのパルスライフルを一つ1201にしときます。このサイシルス2っていうのを、融合して1201にね強化。よし、これでいいかな。やっていこう。でこのパルスライフルはストーリーミッションをねクリアしていけばゲットできるものなんですけど、これマジね強い。僕もびっくりした、正直。弓矢、小枯らしっていう弓矢よりもこのパルスライフルをメインに使いたい。だからこのねグレネードのところよね、これか、ここの欄のパワー値がこのグレネードランチャーよりも高いやつで、レジェンダリー以下の武器で1206のやつが出たら一番嬉しいんですけど、そしたらこれが使えるようになる。だからねそのためにねミッションにね潜ってるんですよね。ミッションとか
あと失われたセクターとか、おいおいおい、いやー何もなかった、何もなかったはずだ。そしてやばい、仲間が全滅してる。助けに行かねば。ここではビークル使えない。ちょっと待っといてくれ。ほんとこのストライクは連携が必要なんで、ちょっと僕仲間の役に立ててないな。ちょっと待っててね。今助けます。こいつら強いからほんと気をつけてこい。よし、1人蘇生、もう1人蘇生と。 OK。 でこのストライクっていうモードは何回でもね蘇れるんだけど、3人同時にやられたら終わりです。ミッションの最初から始まる。なんで仲間がねやられた時、どうしても蘇生できないっていう時は30秒間経つとね、もう一回自分で湧き直すことができるんで、30秒間とりあえず待つと。お仲間さんには申し訳ないんだけども、30秒間待ってもらうと。その間はやられないようにね、生き残ることがかなり大事な感じになってます。そしてこのね武器、ちょっと見てもらったら、見てもらいたいんだけど、マジで強いよ。こうやって撃つやん、こうやってどん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 撃っていくとね、これ左に弾が出てくるよね、銃の横に。でこれがね勝手に撃ってくれるんよ、オートで。おいおい大丈夫か、おい任せてくれ、おらいよと。私はタイタンだ、シールドを貼ることができると。これがマジで強い、おらいよ。ステイシスもしっかり使っていくと、これがね結構火力がマシマシになるわけよ。で木枯らしとか弓矢、ワンパン系のやつにはないね火力が出るんですよ、継続火力が。だからシールドとか持ってる敵に対してかなり有効かなと思います。だからこれメイン武器にしたいんだけどね。ほんと光の値値だけだな。あとは光の値値がいいやつが出たら、こやつにねモジュール使って融合させていきたい。ただモジュールもアップグレードモジュールもレア度が高いんで、なかなか手に入らないんですよね。あれもクロビスがポータルを作った理由を知って、だから融合するタイミングとかも結構難しいよね。ガチャコンかも。人類を救うためだって、人類を救うためだって。レディオラリア駅を回収するのが一番の目的だった。センサー、閉鎖したかったけど、センサーマインかと思った。地雷みたいなやつ。またしても彼は欲をかきすぎた。そしてまたしても私たちは右ルートから行く。じゃあ僕は、あ、おるやん。おらいよってね。デスティニー2の世界の拳を舐めるなってね。ああ気持ちいい、ああ気持ちいい。多分お仲間さんも僕と同じ武器を使ってるんじゃないかな。そんな感じがするよね。結構パルスライフル使ってる人多い。まあこれストーリーミッションでね手に入るんで、ストーリーミッションの予約購入者特典とかじゃなかったと思うんだけど、まあぜひ皆さんやってみてください。おお落ちてた、凍ったまま落ちてた。で、ちなみにこのゲームはねデスニー2基本無料でダウンロードそしてプレイができるんで、ぜひ皆さんね、やってみてくださいと。で無料でやってみて気に入ったらね、ダウンロードコンテンツ、買うことをおすすめします。まあ今だったらね光の超越っていうのが、出たんですけども、ほんとね僕も楽しくストーリーをやることができたんでおすすめですよ。でここはここに立ってこの光をねどん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 上げていかないといけない。めちゃめちゃ回したからマジで、前回の動画でも言った通り僕20時間ぐらいさ、もうこもりにこもって沼りに沼って光のパワーを上げようと勤しんでたからさ、もうこの鏡の回廊は覚えたよ。鏡の回廊結構面白い。ただ最初はね光のパワー全然足りなかったんで、マジでねやられまくりましたけど、
今となってはもうポンポンポンよ。でここら辺ねシャンク出てくるんで、僕が最初の頃やってたのはハンドガンかな、ハンドキャノンを使って倒してましたね。そしたら、まあ、強いハンドキャノンをゲットできたらね、ワンパンで倒せるんで、ヘッドショットとか弱点とか狙えばね。お、なんかアイテム出てる。よし、ヘルメットか。ここら辺で弾とかもゲットして、でアイテム取ったら速攻光のパワーを見て、低かったら僕は低くて、さらにレア度が、レア度も低くて、あとはパークとかもやね。武器とかやったらパーク、防具やったらステータス見て、弱かったらもう分解しちゃいます。いや、このゲームはマジで武器選別とかね、がっつりし始めると沼なんで、時間がいくらあっても足りないってね。よしよしよし、これめっちゃ強くない？しかもなんか気のせいなのかな、弱点をこの弾はね狙ってくれてるような気がしたんだけど、いや気のせいだった、普通に白ダメージ出てたのに。よし、早っ、めちゃめちゃ早い、すごいわこのチーム。あ、ここがね最終エリアです。ベックスがエイロパにあふれ返るのを阻止すると。ベックスっていうモンスターやね、こやつらい、とりあえずこやつらを倒せってことや。来ましたよ、来ましたよ、これこれこれ。ででかいやつとねちっちゃいやつが出るんだけど、このちっちゃいやつを倒したらさ終わったような気がしたんだけどね。でこことかねショットガンがあればめちゃめちゃいい。ここはね危ない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 。ここは僕がおすすめなのはこれ、デュアリティっていうショットガンがあるんだけど、これも何だったっけな、何かでね手に入ったんですよ。デュアリティっていうショットガンを持ってすればもうこいつらもうすぐさまやれる。でこいつもある一定ダメージ加えると、ダメージが入らなくなってワープして逃げる、これの繰り返しやねん。でも最初はマジでね、お敵さんのダメージめちゃめちゃあるんで気をつけてください。 あんまり無茶しない、ほんと遮蔽物とかしっかり使いながら、お仲間さんと連携を取りながらやっていた方がいいですね。だから仲間が蘇生できなそうなポイントでダウンしてしまうのが一番大変なんで、それだけは気をつけると。そして綺麗だな、ここらへんね。もう上向いたらさなんか酔ってしまいそうなぐらい、もうすごいわ。あ、出た出た、ワイバン、うおお、びっくりした。なんかこのゲームのキャラクターの中でさワイバーンが結構気持ち悪いんやけど、わかる人おらん？やってる人だったらわかる人はわかると思うんだけど、ワイバーンだけなんか形状が気持ち悪いんだよ。俺はめっちゃ強いよ、これでワープやね。多分体力ゲージあいつ3つあるんだけど、1ゲージごとにワープするはず、これワイバーン。よしよしよし、めちゃめちゃ強い、この武器めちゃめちゃ強い。でこやつにももちろんダメージを与えないといけないけど、雑魚敵をねおらーよって、ね、倒していくと。ボスを先に狙うのか雑魚敵を先に処理しておくのか、結構迷いどこやねん。仲間がボスやってくれてるから僕は雑魚敵に徹した方がいいな。おお、すごいダイナミックやな、おいやんちゃしてるねお仲間さん。ナイスナイスナイス、いいよー、しっかり弱点狙っていって。
どっかにミニハイドラいない？また出てきたか？あー出てきた出てきた。あこいつこいつ、ちょっとこいつ先に倒してみようか。で、このボスはまだ体力あるから、こいつを先に倒したらどうなるのか。はいはいはい、こいつを先に倒しても、あ終わらないね。っていうことはやっぱり両方倒さないといけないんだ。あとこの剣めっちゃ強くない？一発1万超えのダメージ出るんやけど。やばい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 、やめとこ。おっしゃーい、大丈夫ですか？今カバーします。じゃあいい火力、いい火力、もう終わる。はい、すごっ。普通はね、あのこんな簡単にはクリアできないです。最初の方はもう僕ある程度光のパワーが上がってるんで、でアイテムがドロップしたと。ヘルムか、いいの出ないか。1200だね。だからなかなかね、1200以上のアイテムがドロップしないんですよね。だからね、1205までは結構こういうストライクを活用してスムーズにね、光のパワー値を上げることができるんで、ぜひぜひね、皆さんやってみてください。で、あと7秒で終わっちゃうか。クエスト見てみよう。あ、あと41匹やね。で、バウンティーも結構クリアできたなっていうのがね、ストライクの流れですね。もうあれをね、とにかく回して、なおかつ、前回言った、失われたセクターとかもね回すと、そして公開イベントも回すと、でどん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 ね、アイテムをゲットしていくっていう形ですね。そしてちょっと待って、これめっちゃ嬉しいんだけどさ、あの週刊のミッションかな、でこのバリクスからバウンティっていう、まあ、ミッションが得られるんですけども、それを受けて、それをね8個ぐらいクリアしたら、まあ、強力な武器がねゲットできるってことで、まあ、今からちょっとバリクスの元に行ってみよう。もしかしてこれでね光の値値上がるかもしれない。バリクスに手伝わせてくれ。よし、コリオリの力、コリオリの力、俺こっちでもらったんだけどって。これもね、ヒアオルウェイズの部品っていうのをね、使うことによってこのクエストがね、得られます。サーマルエロージョンっていうのはまだやってないんで、これはね入手しとこうかな。でさっきのバウンティを消化したっていうのは、クリアしたっていうのはね、これやね、エウロパのバウンティっていうの、これをねこう入手しとけばいいんですよ。入手しとけばこのクエストのところにね出てくるんで、こうやって、でこれをクリアしていくと、これ8個クリアしたら、報酬もらえるって。まあそれもね全部書いてあるんで、いろいろ。まあ今週はもうないのかな、1週間ごとだったっけ、でなんかもらえたりするんですよね。よし、じゃあちょっとコリオリの力、今持ってるのは1203、1205きたー。これは嬉しい、マジで嬉しい。だからストライクとか、失われたセクターとか公開イベントとか回しつつ、こういうミッションもね同時にやっていくってのが一番いいですね。拡張バレルか、射程距離上がる、螺旋ライフリングって、これね強かった気がするよ。フュージョンライフルで投射ヒューズ射程距離が伸びる。え、これいいじゃん。バッテリー寿命が長くなる、マガジンサイズが大きくなると。あー、でもねえ、マガジン一つ減ってもさ、射程距離伸びた方がいいですからね。これ威力厳選あるんで、このゲーム。こっちやな。え、めっちゃいいもの手に入った。で、ちなみに、さっきね、装備してた方、
1203の方のパックはこんな感じなわけよ。ね？だから同じ武器でもここのパークが違うんで、ほんとねあのいい武器を選別するためにみんなねミッションだったり、公開イベントだったりいろいろね回すんですけども、ほんとねキリがない、もう楽しみにキリがないです。このゲームは沼ゲーです。なのでその沼にね皆さん十二分に浸ってください。ということでもう一回ストライクをやりたいんですけど、さっきやってたねストライクはエーロパのねストライクです。各惑星にストライクがあって、ここからねストライクに入ると鏡の回廊のみのマップで、固定マップで永遠にねストライクを回す形になります。他の惑星もそうですね。ネッススの場合だとここから入るとエクソダスの墜落のマップ固定で回していくと、これもそう、洞察の境界固定で回していくって感じですね。でヴァンガードを押してもらって、こっちね、こっからストライクに入っていくと、マップもランダム、ランダムマップで楽しむことができます。マッチングしてくれます。なので固定マップで楽しみたい時は、各惑星のストライクを選んで入ってください。でランダムで楽しみ、ランダムマップで楽しみたい時はこっから入って楽しんでください。で次にやるストライクなんですけど、このナイトフォールの試練、これはねストライクの中でも結構難しいミッションです。でこれクリックしてもらって、アクティビティ開始の上、これね、ここに難易度選択があります。熟練英雄、伝説、達人、クロートってあって、難易度が上がるにつれてね推奨パワーがもちろん上がるんですが、クリア報酬も良くなっていくと。でさらに画面右側、ミッションの戦闘条件ってあるんですけど、これもどん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 増えていってね、しかもな中身がね厳しい中身になっていくわけですよ。だからね超難しい。でさらに、熟練英雄に限ってはマッチメイキングオンなんですけど、それ以降になると、マッチメイキングはオフです。何が言いたいかというと、熟練英雄だと、ソロでね、参加しても他の2人が補充されるんですけども、だから野良のね、プレイヤーの方と3人1チームで楽しむことができるんですけど、伝説達人クロートはそれができないです。なのでここはね、フレンドの方と一緒に、クリアすることをおすすめします。でもどん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 ね、自分の光の推奨パワーが上がれば一人でクリアできる人も出てくるのかな。いやでもそれは本当に伝説達人クロートプレイヤーだよねそんな簡単にクリアできるもんじゃないん でちなみに今回は英雄でやっていこうと思うんですけど、なんでかというとこれ見てください。挑戦、習慣の挑戦やね、10万以上のチームスコアでナイトフォール試練を完了しろっていうミッションがあるんですよ。でこれをクリアすると最高峰の装備が手に入るということなんで、これをゲットしてね、さらに光のパワー値を上げていこうかなと思います。でもちろんね、難易度が上がるにつれてゲットできるスコアもね高くなっていくということなんで、英雄やっていきましょう。で画面左側にもね、これ戦闘条件というか、そういうのが書いてあるんで、しっかり見て攻略していってください。ではやっていこう、レッツゴー。小班から舞台へ着く。さあ頑張っていくぞ。いや実はねもう何度も挑戦してるんだけど難しい。この英雄モードではね、15分以内にクリアすると、ゲットしたスコアの 1.2 かけっていうことなんですよ。で15分以内にクリアしてやっとね多分10万スコアいけるかいけないかぐらいなのかなって思います。ということで今回はとりあえず15分以内をね、クリア15分以内を目指して頑張っていきたいと思います。でこれねもうね結構やったんで、光の僕のね光の値が1209まで上がりました。ちょっとフューチョンライフルもしっかり使ってお敵さんを倒していきたい。あーこれフューチョンライフルの距離じゃないんだよ。いや本当にねみんな強い、一発一発の火力が半端ないんだ。で近寄って倒したいんだけど、近寄って倒そうとする、おお、めちゃめちゃ出てきた。近寄って倒そうとすると
ほんとね、あっさりやられる。危ない危ない。ちょ、仲間の元行こう。ふぅ、いや、ありがたい。だから、おてきさんが湧く場所とか、湧くタイミングとかね、覚えて、頑張ると一番いいのかも。おい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 、で、こやつらを倒せば、ここが開く。いや、まだ湧いてくるんかい。よし、オッケー。開いたね。で、サービター来る。このサービターが、やんちゃなよ。オッケーオッケー。これで、倒そう。ナイスナイスナイス。マジでナイス。それはナイスすぎ。で、ここでも、サービターが来る。いや、遠いな。サービター遠いな。このサービター先に倒しておかないと、雑魚キャラにシールド展開、シールド張ってきて、雑魚キャラがめっちゃ強くなるよね。だからとにかく、危ない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 、ちょっと気をつけて。はあ、これはやんちゃシールド、これはやんちゃしすぎてます。いらないシールドだったの。よし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 、オッケーオッケーオッケー。で、このウィザードも強い。仲間がやられてる。はい、頑張って。一緒に頑張ろうぜ。とりあえず助け合いながらね、やっていかないと、ほんとクリア15分はね、難しい。現状だと。よし。ちょっと、行ってきまーす。あのウィザード、あ、強いわ、仲間。ほらえよー、ほらえよー。スロールは厄介。あいつ自爆してくるから。このナイトだけでももぎ取って、あとここ、よし、これ一旦後ろ下がろうか。あんまり無茶するといいことないから。待って待って待って、やんちゃすぎる。オッケーオッケー、ナイス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 、最高です、みんな最高です。はい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 、オッケーオッケー、いい感じいい感じ。あ、こっちにも湧くんだよ。そういえば一旦下がろうか。火力がマジ強いからさ、気をつけとかないと。いや、ナイスナイスすぎ。武器選択が一流ですか、あなたたちは。このチームならいけるんじゃないか。いや、どうしよう、これもう切りに行こう。いや、シールド展開すな、やめてくれ。危ない、ダウンしたら戦闘に関われなくなるんで。よーし、 OK。 ふう、で、蘇生頼んだ。こっち開けるわ。前方の施設にかなりの数の背部が集まっています。よし、嫌な予感がします。で、この先はね、ゴーストで、あ、サービターがいるんだ。これは一人じゃ無理だな。ここの時のためにフラグを置いとけばよかった。あと奇跡的にフュージョンライフルの弾がないっていう、これはタイムロスだね。で、こんな感じでデスニー2はね、ミッションを攻略していくっていう楽しさもあるんですよ。これがね、デスニー2のいいところ、ほんと。よし、 OK。 この次だね、扉の暗証番号をハッキングすると。とりあえず急いでいこう。これ剣を持ってるとさ、三人称になるから、あたりがね、見渡しやすくていいよね。で、ここでビークルに乗って中に入る。で、ここね、雑魚キャラが湧いてくる。スロールが湧いてくる。ここまだ湧いてないね。よし、もう行っちゃおう。オッケーオッケー。で、ここです。よし、ハッキング6分。で、あと9分で、とりあえずクリアを目指さないといけない。
そしてさらにポイントもしっかりねゲットしとかないと。もう余裕だね。頼みます。お二方、私に力をください。よし頑張ろう。お、フュージョンライフルの弾をいつの間にかゲットしてた。で、こっからまた難しくなっていく。いや仲間絶対強い、仲間絶対強いわ。これ僕には分かる、仲間の強さが。なんかそうだな、多分お仲間さんの方が火力が高いんで、僕はザコキャラをねちょっと倒していこう。ザコキャラに専念していこう。よし、ここで一旦スーパーチャージ使います。これがボス。そしてさらに奥にウィザードがいるから、こいつをね先にやっておくとちょっとは楽になるんじゃないかと。で、このあとオーガがね湧いてくる。一旦後ろ下がる。ステイシス最高。いや、こういう時だよね、こういう時に瞬間的に火力が出せる武器が欲しい。あー、やばいやばいやばい、ちょっと待って、瞬間的に火力が出せる武器があればいいんだけど。スロール来た。そしてお仲間さんやられてる。シールド展開 OK。 あと7分、オーガが来た。これフューチョンライフルがあればな。やつ、いや仲間いい火力出すね。助かるわ。フューチョンライフルがあったらねもっと早く倒せるんだけど。いやー硬い。よしよしよし、なんとかなんとかなんとかいけてる。いやー、ここにも時間費やしすぎてる。でも仕方ない、地道にやっていくしかない。いや、もう行くか。よし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 。で、この先にもお敵さんいる。ほらよって。はい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 、オッケー、ナイスナイスナイス、いいねいいね。で、ここが最終エリア。あと6分、いけるかな。結構ギリギリだと思う。で、フューチョンライフルの弾が、マジでフュージョンライフルの弾必要だよ。じゃないと今僕が持ってる武器ではなかなかに火力が出ない。どこ行った、どこ行った、ここか。うまい人はねなんか体験で切りかかっていったりしてんだけどね、ちょっとお敵さんのダメージが出すぎる。待って、後ろからも来る。はい、オッケー。うわ、来てる来てる。ちょっと一旦後ろ下がろう。あと5分、時間との戦いになってきました。仲間と連携をしっかりしつつやっていこう。で、危なくなったらここの小部屋の中に入れば、ここのマップはね助かる。あー、もうヘビーウェポンの弾がない。いや、頼んだ、カバーカバー。あ、フューチョンライフの弾ゲット。よし、いや、ナイス仲間。弾ないか、出てきたか。あと4分、あと4分でさあいけるか。おいおい、止まれ、俺に撃たせろ。いや、ナイス。また上に戻ろう。ああ、怖い、マジでこいつら火力がえげつない。ナイス、嘘だろ、
じゃあここでシールド一旦展開して、でお仲間さんを蘇生、フュージョンライフルでガンガン狙っていく。いやナイス仲間、オッケー。でこっちにオーガー湧く、だから次は僕がスーパーチャージで任せてください。よーしよしよしよし、あと3分半、これ後ろ、後ろか。急げ急げー、あと3分。いいよいいよいいよ、いやーよすぎる、ナイス。あの体験確か強いやつだったと思う、あの回転斬りみたいなのができるやつ。いやこれ待ってくれ、仲間下がれ。あーよし、任せろ任せろ、いける。まず蘇生する、まず先に蘇生、よし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 、あと2分あれば多分いけるはず。落ち着いてこう、落ち着いて、でポイントもゲットしないと。ポイントもゲットしていかないとね。フュージョンライフルの弾ゲットした。なんだ今の、何が起きた、スロールか。ありがとうありがとう、マジでありがとう、マジでありがとう、役に立ちます、役に立ちます。僕はいや、いけるやろいけるやろ、落ち着いてこう。やんちゃすなやんちゃすな、あと1分半、あと1分半、お仲間さんがやっぱスロールだ。よしよし、いてー、あと1分。あー、ここでやられるのはマジでない、頼むよ。あと1分、さあどうなる、さあどうなる。ありがとう、フュージョンライフルの弾もないしな。よし、あとこいつ、おいけるぞいけるぞ、あともう撃て。よし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 、さあどうだ、これいったやろ、1点2かけしたら絶対10万いった。でアイテム、お2つ出たね。ないことを証明してくれた。司令官、1201か、1203出たね、1202。わあ嘘だろ、エキゾチック出た、1203、嬉しい、マジかよ。これってクリア報酬もしかして、1202か、アシエンウェイク、フュージョングレネードが強化されるだって。わあ、ちょっとオービット戻ろう。あ、ほらスコア明らかに10万超えてるやん。でナビゲーター開く、ヴァンガード、試練、あれこれクリアできてないのか、なんでだえ、チームスコア10万、あれ 1.2 かけ最終的にされないの、マジかよ。
うわぁ。はい、ということでタワーに戻ってきました。いやー悔しいなー。せっかくね最高峰の装備ゲットできるかなと思ったんですけど、クリアできなかったですね。どうやったらあれクリアできるんだろう。まあでも普通にねエキゾチックアイテムも出たし、まあその点ではいいかなと。まあ光のパワー値はね上がらなかったんですけど、まあさっきみたいな形でね、エキゾチックだったり、まあ、武器だったりが確率でねゲットできます。まあ、全然ね武器が手に入らない時もあるんで、だからこういう風にどん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 何回も何回も同じミッションを回していくっていうのがね、楽しいんですよね。これがね苦にならない。なんでかっていうと、この最後に得られる武器のためになんかワクワクがずっとね継続されるわけよ。これがねデスニー2のすごいとこですよ。でちなみにミッション中にあのお敵さんを倒してたりして出てきた武器や防具をもし、ゲットできてなかったと しても、ここにね、ここポストマスターのところにその武器やアイテム、拾えてなかった武器やアイテムがここにね送られるようになってます。なんでここに行けばこんな感じ、なくしたアイテムとしてこういう風に届けられてるんで、まあこれ全部もういらないんで分解しよう。ここもねしっかり確認してみてください。ということで、今回はここら辺で終わろうかな。いやー面白かったな今回も。やっぱねストライクってなんかショートストーリーみたいな感じじゃないですか。で何度も何度もやっていってもこうどんだけ早く効率よくお敵さんを倒したりそのエリアを制圧するかっていうのが、だから自分の中でねだからそうやって攻略していくのがねやっぱ楽しいんですよね。だから飽きが来ないと。でレアアイテムもゲットできるし、でそういうなんかいろんな複合的な要素があるんで、デスニー2はねほんと沼ゲーですね。神ゲーであり沼ゲー。僕も神々やけどまあこれ神動画やね神々動画でさ今回のは。ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。デスティニー2はね何度も言っていますが、基本無料でダウンロードそしてプレイができるので、各プラットフォームでねぜひダウンロードして楽しんでみてください。そして無料で楽しんでみて面白いなと思ったらねぜひ、ダウンロードコンテンツを買って、さらにね、奥深く沼っていってデスティニー2の世界に浸ってください。ではここら辺で今回は終わりたいと思います。ガチオツガチオツ、またねーガチオツ、よいゲームライフを。ガチオツ。